バルドマルヌ県はフランスのイルドフランス地域県の県である。パリから見て南東部の郊外に位置している。県名の由来となったマルヌ川が流れている。パリ周辺の県右下がバルドマルヌ県、バルドマルヌ県、セーヌサンドニ県、オードセーヌ県の3県がパリの町を取り囲んでいる。これらの3県はパリの小さな王冠、ラプティ・クーロンと呼ばれている。 バルドマルヌ県は、1964年7月10日の法律及び1965年2月25日でクれの施行によって、1968年1月1日に設置された。旧セーヌ県南東の29コミューン及び旧セーヌイコールエイコールオワーズ県の18コミューンから構成される。県庁所在地であるクレテイユは特別な都市計画である。 シンクレテイユヌーボークレイテル計画の恩恵を受けた。バルドマルヌ県の設置目的は、パリ市を含むセーヌ県及び、これを取り巻くセーヌイコールイコールオワーズ県を同時に廃止し、パリ市を独立させた上で、両県にまたがるパリ周辺部を再編して、富裕層と労働者層とを混合し、保守主義政党が県議会を支配する機会をもたらすことにあった。 1970年の地方選挙において、ドゴール主義政党が勝利し、フランス共産党に代わって、県議会の議長を輩出した。しかし、1976年の地方選挙で形勢が逆転し、同年3月18日には再び共産党から、県議会議長が輩出されるようになった。 バルドマルヌは3つの群、47のコミューンで構成されている。パリからパリメトロ8号線、ラー A 線、ラー B 線、ラー D 線などが通じている。セーヌ川マルヌ川オルリー空港。ありがとうございます。